紙で立体作品を作ってみましょう。厚紙で土台を、画用紙で立体部分を作っていきます。まずは筒のような形を作りましょう。丸めて形が決まったら、のりしろになる部分を1センチほど折ります。くるくると丸めて、紙に癖をつけます。端っこにボンドを薄くつけます。はみ出るほどたくさんつけると、かえってくっつきにくくなりますので気をつけてください。入り口を作る場合は先に切っておきましょう。のりしろの部分に切り込みを入れていきます。内側から薄くボンドをつけていきます。のりしろを開いて、場所を決めたら、しっかり押さえます。ボンドを薄くつけていれば、これでもう貼れます。次はトンネルのような形を作ってみましょう。トンネルにする場合は、両端にのりしろを作ります。先ほど入れた切り込みは飾りです。場所が決まったらボンドを薄くつけて貼ります。これでトンネルができました。次は塀を作っていきます。のりしろの部分を折ります。これも切り込みを入れていきます。
ボンドを薄くつけたら、塀を曲げながらくっつけるのがコツです。こうすると塀が倒れません。まっすぐに貼ってしまうと塀が倒れるので気をつけてください。上側に切り込みを入れて飾りを作ってみましょう。左右に折り分けて動きをつけてみました。では2つをつないでみます。紙を細長く切って、こんな風につないでみましょう。これで2つの建物がつながりました。せっかくなので乗り物を作ります。小さい紙を輪っかにして貼ると、そこにくっつけた乗り物がこんなふうに左右に動きます。今度は時計台を作ってみます。切り込みを入れたところに輪をはめ込みます。大まかな建物ができたら、細かい飾りをつけていきましょう。階段ができました。筒を少しつまんで切り込みを入れて、窓を作ります。
上の部分にも切り込みを入れて飾りをつけてみました。反対側に折り返してボンドで留めました。残っている紙を使ってラッパ状の建物を作り、トンネルの中につけてみました。屋根の飾りも増やしました。少し空いているところがあったので、残っている紙で筒状の飾りを作ります。くっつける前に折ったまま窓をつけていきました。のりしろも忘れずにつけておきましょう。これは折り目のところだけ切り込みを入れればのりしろになります。小さい切りくずも飾りに使っていきましょう。折り曲げたり丸めたりすると可愛い飾りになります。出来上がったところで色をつけていきましょう。これは食紅を水で溶いたものをスプレーボトルに入れています。吹きつけるときには反対側に飛ばないように、囲いをしてください。スプレーなので広い面や凸凹のある面もさっと色付けできて便利です。溜まったところは筆などで慣らしていくといいですね。もちろん
絵の具で色を塗ったり、模様を描いたりするといいです。絵の具だけでなく、こんなキラキラの糊などを使うと、ちょっと豪華な感じになります。これは盛り上げるようにしてつけていきます。乾くと糊が縮んで平べったくなります。こんな感じに出来上がりました。建物の大きさや配置、飾りなどを工夫して自分だけの紙の世界を作ると楽しいですね。また、色画用紙を使っても面白いと思います。